えこんにちはです今回はですね、えー、消費税を増税する本当の理由について、この動画では、えー、解説をしていきたいなというふうに思います。まずはじめにですね、えーまあ、テレビとか新聞、そういったメディアとか、まあ、あとはその財務省とか、えー、日銀とか、まあ、あと一部 <laughs> 政治家の方々を中心に、消費税って増税しないとやばいんじゃないみたいな ことを、まあかまあ、少なくとも1回ぐらいは聞いたことがあると思うんですね。まあ、消費増税やむなし論みたいな、こういったものがです、ね、今、懸念されていると。で、2014年4月には、えー、消費税が5%から8%に、えー、引き上げられましたし、であとは、えー、記憶に新しい2014年、えー、年末ですね、えーまあ、消費税増税を延期する、えー、その民意を問うという意味での解散総選挙,総選挙っていうのが。 行われましたそういう意味では消費税っていうのは結構ですね、えー、よく聞くんじゃないかなと思うんですけども、えー、そもそもですねなぜここが非常に重要だと思ってるんですがなぜですね消費増税が必要なのかっていうことですねここが明かされてないんですよもう議論の前提が消費増税っていうものは既にあってで単純にそれをするべきか、えー、見送るべきか みたいな、えー、議論で、まあ、終わっていると。じゃあなぜそもそも消費税なのか、その必然性は何かっていうことですね。これを明らかに、この動画で明らかにしていきたいなと思いますし、えー、そのですね裏,裏側の部分、なかなか、えー、見えてこないんですね。その新聞とか、えー、テレビとか、あのー、いわゆる財務省日銀とか、政治家の方々の発言だけではそこは見えてこない。なぜなら、彼らも彼らで、 それぞれぞのポジションがあるからですねもちろん彼らにとって有利なことを発言するっていうのは、えー、まあ当然といえば当然といえますしそういう意味でも、えーまあ、僕もですね、えー、なんで消費税なのかっていうところが今までですねほんとすっきりしなかったんですねまあもちろんいろいろな理由を考えたんですけども例えば消費増税をしないと、えー、国際的な信任が失われて日本への、えーまあ、グローバルマネーが来ないとか まあこれは結構言われたりするんですけども、あとは、年金の問題とかですよね。今後、じゃあ、自分がえまあ仕事を辞めて、退職して、それでまあ年金をもらうと、いざもらうってなった時に、じゃあ、本当にその時もらえるのかなとか、そういったことをまあ考えたことあると思うんですね、一度ぐらいは。その時に、じゃあ、年金を払うですね。 まあ財源がなかったら大変だよねとかじゃあやっぱ消費税って増税って必要なのかなみたいなあのなんとなくその空気感として消費増税ってしょうがないんじゃないっていう空気があると思うんですよで僕もそれも当然ですねそういった空気に一時期まあやられてたと言いますかやっぱそうなんだなって思ってた時期もあったんですけどもまあ最近まあ前からですけどまあいろんな本を読んだりあのネットでリサーチしたりとかあとは いろんな方のです、ね、話を聞いたりそういった勉強会に参加したりしてようやくですねなぜ消費税増税されるのか誰がその裏側にいるのかそういったことがですねようやく全体像として見えてきたのでそれをですね共有したいなというふうに思います。でこれを共有するっていうことは非常に重要だと思ってましてなんでかっていうと日本っていうのは民主主義国家なので当然我々主権者が えー、政党なり政治家を選出することができるんですがただしその当選する政党もしくは政治家っていうのはいわゆる国民の鏡なわけですねつまり我々主権者が何も知らない知ろうともしないただなんか響きのいい言葉に、えー、耳を貸しているそういう状態でじゃあ選ばれた人ってどんなもんなのっていう問題になってくると思うんですよつまりその当選する 政党なり政治家のレベルっていうのは我々我々がどこまでその政治というものに関心興味関心を持って監視しているかその度,度合いによってですね当然その政党なり政治家のレベルも変わるわけですだから我々が無関心であるならば当選する人たちもそれなりのレベルだということです結局はまあその一番最たる例が、えー、民主党政権だったんですけども そういうことがも分かるようにですね、我々やっぱりですね、えー、政治とか、そこにまつわるさまざまなものを、やはりですね、見ていく必要がありますし、えー、深く知っていく必要は当然、政治家じゃないとしても、むしろ一般の人だからこそ知る必要があるというふうに思っています。そういう意味でも、えー、この動画をですね、作ろうと。まあ、そう思った、えー、次第だったりします。はい、では、先に行こうと思うんですけども、まずですね、消費増税、えー、消費増税言われますけども、 じゃあ、それをするべきだっていう表の理由ですね。これをまずちょっと見ていきたいと思います。で、よく言われるのが、えー、特に先ほど挙げたメディアとか、えー、日銀とか、財務省であるとか、まあ、一部、増税、賛成、推進派の、まあ、政治家の方々がよく言うことが、でこれね、ニュースとか経済番組でもしょっちゅう言われるので、なんかこれがあったかも正しいかのように、 ま正しくないともちろん言わないです。ただし、これが100%正解かって言われると、そうではない、もちろん側面もあるわけですけれども、それが、いわゆる収入に比べて、これは政府の話をしています。政府の収入に比べて、出費とか借金が多すぎるから、今は。だから、財政再建をしなければいけない、つまり歳出の削減をするべきだと。これはね、よく言われます。で、多分1回は聞いたことあるはずです。 でよくあのこれはニュースでどういうふうに言ってるかっていうとプライマリーバランスを黒字化しなければいけないそうでないと日本は大変な王道になりますみたいなそういうロジックがよくあ展開されてますでプライマリーバランスっていうのは何,、えー、何,な,のか何なのかっていうと、えー、基礎的財政収支っていって要は、えー、入る方と出る方の、まあ、収支です単純に <laughs> でこれを黒字化するっていうことはつまり えー、出ていく方より入ってくる方を多くしましょう。それによって黒字になりますよねと。これで財政再建できますよね。っていう考え方なんですよ。これ一見正しく聞こえるし、もっともに聞こえるんですよ。で、これでよく使われる事例が、えー、じゃあ家計で考えてみましょう。とじゃあ家計で、えー、その家計の総収入は、えー、年間600万円です。えー、でも、年間1500万円の出費が出費をしています。さらに借金が5000万円あります。 これでその家計を持つでしょうかいや、持ちませんと。破綻しますよね。でよくですね、こういうふうなあの事例が挙げられるんですけども、これはですねあの、間違いなんですね。何が間違いかっていうと、家計と政府っていうのは別物なんです。家計は、食っていく必要がありますよね。食っていく必要がある,あるんですが、政府は非営,利大非営利団体ですね。非営利団体。 利益を追い求めてはいないわけです。で、さらに、えー、家計にはない権利を持ってます。政府は。例えば、徴税権、税金を徴収する権利ですね。あとは、えー、政府、まあえー、の、まあ、子会社にあたる日銀ですね。まあ、ここは一応分けられてるんですが、一体ではないんです、もちろん。えー、その日銀は通貨発行権を、えー、持っていますので。 まあ、もちろん政府がお金を発行することはできないんですが、ただし子会社が通貨を発行できるっていうことは、まあそれなりの力がもちろん政府にもあるというふうに判断できるわけですね。まあ、もちろん分かれてはいますけども、改めて言いますけども。<laughs> で、家計は勝手にお金発行したらダメじゃないですか。で、さらに税金を勝手に徴収することはできない。 だから働いて収入を得ることによっていわゆる借金を返済するとか収支を増やすとかするしかないわけですよ。だから全然違うんです。前提が。これを一緒にして説明してはいけないということなんですね。まあ,あ、そういったですね、反論の部分はまたえー後ほどいろいろ話していきますが、とりあえず表の理由続けていきます。で、このまま国の赤字が増えすぎると国債に対する、日本国債ですね。 に対するマーケットの信任が失われとか国際的な信任が失われ国債が売られて日本は日本政府は財政破綻してしまいますとこういうこともよくですね消費税増税をするべきという理由で使われますあとはこれもしょっちゅう見ますが年金や医療などの社会保障費は払えないからですね払えないので財源として 消費税税税を増増してその増えた税収で賄いますっていうことをですね言うんですよ <laughs> まあももに聞こえます最も,もに聞こえるんですでしかもあながち100%間違いでもないんですがまあいろいろここには裏があるんですそれをこれからお話をしていきますがでそもそも増税を言い出したのは誰かえー、そう消費税増税5%から8%への消費税増税を言い出したのは誰かこれはですね 安倍政権でではないんですえ言い出したのはというかその法律を作ったのは民主党の野田政権なんですねで2012年の魚をのぼることですね2012年3月30日消費税を5%から、えー、段階的に10%に引き上げる社会保障と税の一体改革,一体改革を、えー、野田政権はですね閣議決定したんですよ実はでその後に えまあえー、解散総選挙があってで、えー、安倍政権誕生しましたよねだから安倍政権が誕生する前にでにですね消費税を増税する法律は出来上がってましたでそれがまあいわゆる施行されたのが2014年の4月っていうことだけなんですよここが非常に重要なポイント、あのー、これはですねぼやっとしてるとる 自民党が増税を決めたみたいな風な見方になってしまうんですが、細かく言うと、ていうかあの、事実を見ていくと違うってことですね。<laughs> で、とりあえず10%までの増税は法律で定められているということです。これは非常に重要なポイントです。で、2014年4月ですね、えー、消費税が5%から8%へ引き上げられたと。で、あのここでよく、えー、聞く声が、まあ、あとはメディアとかが言うのが、 じゃあ、安倍政権は、まあ、じゃあ、100歩譲って、増税の法律を作ったのは安倍政権ではないにしても、じゃあ8、8%の増税延期できなかったのっていうですね、ことを、まあ、言われたりするんですよね。はい。じゃあ、どう思いますかっていうことです。増税延期できたかどうかですね。で、えー、前提としてですね、自民党内に増税派は多数いるらしいです。 要は自民党内にもその増税すべきでない派と増税するべきである派がいるわけですよ。増税するべきである派っていうのは非常にです、ね、自民党内でも多いらしいんですね。さらに、えー、そもそもこの法律を作った民主党は2014年年末の選挙の前までは増税し,しろっていうことを言っ,ては言ってたわけです、ずっと。増税推進です。自分たちの党で作ったから当たり前ですよね。 で、それはまあ,あ、年末の解散総選挙で、えー、いきなりですね、ひっくり返って、えー、増税は延期すべしみたいなことを言い出したんですが、まあ、それは置いといて。で、とりあえずですね、えー、この消費税増税の法律、もちろんですね、えー、延期することは物理的にはできるんですよ。その法案、法律の中に、えー、例えば経済,じゅ経済状況とか、まあ、諸々の理由によって、 延期をすることはできますっていう風に書かれてるんですがただ単純に延期しますって言えば延期できるかってそういうことではないんですねでまずですね景気景気がえーどうだったかここは重要なんですよ景気がもちろん悪ければじゃあ延期をしましょうっていう話になっていくわけですけどもそもそも2014年の,あの4月の前ですねの段階つまり2013年とか非常にですね日本景気が 上向き始めてた時期なんですよ実は、えー、例えば不動産価格とかは上がってきてましたし非常に景気が良くなってきたというシグナルが出始めてたのが2013年ですなので2014年4月の段階で景気が悪いという理由で延期することは非常に難しかったんではないかということと、まあ、あとは当然自民党内増税賛成派が多数いることで民主党は増税推進この中で 延期ししますすととといううここ果たたて決め,ら、えー、決めることがでできかかどうかですねさらに、えー、これはですね、増税延期するには、それは法律で決まってますから、延期するという法律を新たに作る必要があるわけですよ。法律を新たに作らなければいけない。じゃそれを通すっていうあのことになると、それだけ消費税、増税、賛成派がいる中で通せるかっていう問題が出てくるわけですね。多分これは非常に難しかったわけですよ。 でこの状況で増税延期のための法律を制定して、交付することが果たしてできたか、多分非常に難しかったとっいうことですね。そういう背景があったということです <laughs> でえ。増税賛成派の理論です。これを見ていきたいと思います。で、えー、これ改めてですね、さっきあの冒頭で出したものと一緒ですけど、就任に比べて、えー、出費と、えーまあ、借金、これは多すぎるから、 それを黒字にしましょうと、赤字垂れ流してるから黒字に持っていきましょう、財政再建、えー、このまま赤字が増えすぎちゃうと、えー、国債に対するマーケットの信頼とか、信任が失われちゃいますと、国債が売られて、えー、債務不履行になっちゃいますと、大変ですっていうような、あのとか、あとはですね、まあ、年金、医療、社会保障費が払えない。 これですね、ちょっとこれを念頭に、あの頭にちょっと片隅に置いておいてほしいと思います。で、これらはですね、どこから来てるのかっていうことなんですよ、この理論が、そもそもですね。そもそもこの理論がどこから来てるか、ここが非常にですね、重要になってくるんですよ。消費税、増税の本当の理由を、えーまあ、知る上で、ここ、この理論がどこから来てるかですね。で、まあ、簡単な話なんですけど、ワシントンコンセンサスなんですよ、これ実は。 <laughs> 実は、って言うほど前そのままなんですけど、ワシントンコンセンサスの価値観、そのまんまなんですね。で、ワシントンコンセンサスの中身、まあ、これは何かあと説明しますが、はこれらなんですよ。財政赤字の是正、補助金カットなど、財政支出の変更、まあ、財政支出を減らすってことですね。あとは税制改革、金利の自由化、競争力ある為替レート、貿易の自由化、直接投資の受け入れ促進、国営企業の民営化、規制緩和。 えー、所有権法の確率、まあ、大体10個ほどあるんですけども、まあ、いわゆる要するにすこれアメリカンスタンダードって言われるもので <laughs>、まあ、アメリカ型の、まあ、新自由主義っていうのがあるんですけども、まあ、これを、えーまあ、アメリカの国益ですよね主に、えー、国益を、まあ、重視して重視してというか、まあ、国益のためにですかね アメリカ型新自由主義を世界に広めるために90年代以降ですね、えー、アメリカ政府、えー、あとは世銀世界銀行ですね IMF、えー、国際通貨基金などが採用してきた、まあ、コンセンサス、まあ、考え方なんですよでその詳しいですね誰がこれ考え出したかとかはまあちょっと 調べていただければそれ出てくるので今回尺の都合でそこまではちょっと話しませんがでこれはですね要するにグローバリゼーションいわゆるよくグローバル化グローバルっと言われますがこれがグローバリゼーションの骨格なんですよこれがその財政赤字で制する貿易を自由化する TPP とかもそうですよね貿易の自由化ですよねあとは規制緩和するあとは直接投資を受け入れる要は例えばアメリカがじゃあ他の、えー アジアの例えば韓国に、えー、投資をできるようにするとか、企業を買収できるようにするとか、規制を、そういった規制を緩和するとか、民主化するとか、こういったものが、まあ、アメリカンスタンダードのいわゆるワシントンコンセンサスと呼ばれるものなんですよね。だからいわゆるまあ、ジャイアン的なポジションって言ったら分かりやすいですよね。まあ、えー、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものみたいな、そういうちょっと <laughs>、まあ、あくまでもイメージですけども、 そういう感じで捉えていただければ分かりやすいかなと思います。で、このワシントンコンセンサスから、まあ来てるわけですよ。その、例えば財政再建しなければいけないとか、プライマリーバランスを黒字化する、するべきだとかですね。これはワシントンコンセンサスそのまま、そのものなんです。で、なぜそのワシントンコンセンサスが、 消費税増税をするべきであるという主張の裏付けになっているのかまたちょっと後で話します。で、とりあえず彼らの主張が本当かどうかを見ていく必要があるわけです。つまり、増税をしなければマーケットの信任を失って国債が売られて金利が上がると言ってるわけです。じゃあ、それは本当かをまず見る必要があるわけですね。で、これはですね、えー 財務省から確か引っ張ってきたんですが、まあ、いわゆる国の国債発行残高ですね。で、まあ、細かい数字はとりあえず置いといて、えー、見ていただきたいのは、とりあえずですね、ひたすら増え続けているということです。確かに赤字は増え続けてますね。これはまあ、正しいです。じゃ次に金利を見てみましょう。10年もの国債の金利です。これは国債金利の推移です。はい、どうですか えー、赤字は増え続けてきましたね、えー、しかしですね国際金利は軒並みまあ下がり続けてきたわけですよずっともう10年ぐらいで2015年1月、えー、現在この動画の1月に撮ってますんでが0.28%で過去最低ですでもここで、えー、先ほどの理論は破綻するんです増税をしないと マーケットの信任は失われるっていう風なだから増税しなければいけないでも増税延期しましたが国債金利は過去最低なんですよもうこの時点でおかしいわけですねおかしい、まあ、つまり消費増税、まあ、消費税増税延期したところでマーケットの信任は失われなかったっていうことなんですねでむしろ国債はさらに買われて で、金利は過去最低を更新。あの、国債が買われると金利は下がります。国債売られると金利は上がります。はい。で、過去最低を更新。で、さらに株価も上がったんですよ、これ。増税延期決まったと時に。株価上がったんです。おかしいですよね。言ってることと起きてることが全然違うわけですよ。で、そもそもマーケットの信任って言いますよね。誰ですかっていう話です。マーケットっていうのは誰か これ,を実はこれも一つ非常に重要なんですよ。で、国債を買ってるプレイヤーっていうのは、いろいろいるんですが、主にこれです。都銀、地銀、日銀、郵長、政府、年金、であとはまあ個人、少々。これはプレイヤーなんです。で、現在ですね、国債の保有量が最も多いのは日銀です。で、次に郵長とか都銀なんですよ。 あのマーケットってもちろん国債を買ってる人たちですよねそのマーケットが日銀なんですよだからつまりこれを言葉を入れ替えると増税をしなければ日本国債は日銀や都銀や地銀や政府の信任を失ってで彼らが国債を売っちゃうよっていうことになるわけですよそんなこと起きなかったむしろ 日銀は、えー、日本国債を量的、まあ、緩和の拡大でさらに日本国債を買い増しましたし、えー、都銀も買ってますしゆうちょも大量に持ってますで今ですねもう買う国債がない状態なんですよ需要が多すぎて供給が足りない状態でマイナス金利とかになってるわけですね需要ありすぎるからそれだけ買いたいプレーヤーが溢れてるわけです 増税延期しここもえ増税をするべしと言ってる人たちの理論とは乖離がありますねであとはですね国債の現物市場ではなく先物市場があるんです JGB の先物市場ですねでそこでえ三菱東京 UFJ がかなり買い支えているそうですもちろん投機筋例えば海外の投機筋あの先物市場って 海外のプレイヤーも簡単に入れるんで、えーまあ、例えばヘッジファンドとか、投、え、機、ー、家あ、その辺りが国債の先物を、えー、売って値段を下げて、現物の値段も、えー、誘導しようとするというようなことをやってるんですけど、三菱 u f 東京 UFJ がかなり買い支えてて、全然売り崩しができないんですね。だこれここでもあの実は国債の、あのー、価格。 は守られてたりするということみたいですね。で、あとこれすみません、えー、探したんですけど、なかなかなくて、えー、仕方なしにですね、朝日新聞からちょっと、えー、引っ張ってき、えー、たんですが、これは日本銀行が今、えー、国債の一番の保有者になったっていう、まあ、ことを示しているグラフですね。えー、まあ、今までは、 2013 2年2013年かまでしか載ってないですがとりあえずその前までは日銀っていうのはですね保有量はそんなに多くなかった、まあ、2010年までは非常に少なかったわけですねそれが11年からガンと増え始めて、えー、今や国債の保有率ナンバーワンですね、はい、ナンバーワンになってしまったとあとはまあ保険とか 国内銀行がそこに次いでいるという形になりますで。日銀の株主は誰かと言いますと、あの日本政府なんですよ。で日銀の株式、えー、政府が持っている日銀の株式ですね、その保有比率は55%ですで。日銀がです、ね、国債を買い取りますよね。 でそれで実質ですね、実はチャラになるんですよ。国債がチャラになるっていうことは、政府の借金が減るということなんです。どういうことっていう、まあ、ここもですね、説明すると非常に膨大にな量になるんですが、非常に簡潔に言うと、国債って、買い取った日銀にとっては資産です。発行した政府にとっては負債なんです。で、日銀は政府の 子会社ですよねということは決算した時に日銀の資産と国債という資産とそれを発行した政府の負債はガッチャンコされて創殺されます消えますつまり負債赤字が減るということなんですよこれが実は今起きてることなんですって日本の赤字実は今減り始めてるんです日銀が大量に買ってるからそれはあまり報道されません で、なんか1000兆円超えたとか、一、えー、人当たりに換算するといくらとか、そういうですね、ことがまだ言われてるわけです。で、今の話、国の借金っていうのは、えー、よく聞きますよね。国の借金が、えー、1100兆円になってしまいましたと。で、国民一人当たりに換算すると、800万円の、えー、借金ですみたいなことが、よく言われますし、財務省もこれをよく言いますし、新聞でも載るんですが、 これは間違いなんですですよく考えてほしいんですが国債を買うプレイヤーたちさっき日銀とか都銀とかゆうちょとか言いましたよね国債買ってるわけですけど彼らは何の誰の金で買ってると思いますかっていうことなんですねで日銀は別としてゆうちょとか都銀地銀は預金者のお金で国債を買ってるんです 要は、預金者がですね、預金しますよね。で、そのお金をほったらかしにしておくことはできないわけですよ。なんでかというと、銀行も金利を払わなきゃいけないわけです。その,そのお金を運用して、その金利,し金利の支払い分を稼いでいかなきゃいけない。そう時ときに、国債っていうものが一番安全なので、非常に需要があるわけですよ。で、それは預金者のお金で買われているわけです。つまり、 我々はですね、政府にお金を貸している,貸しているです、ね、債権者と言っても間違いではないんです。債務者、あの間違っても債務者ではないです。借金してません、我々は。我々が銀行に預けたお金で国債が買われているわけですから、単純に我々が直接買っているあのわけではないというだけで、銀行経由で買っているのと同じことなんですよ。つまり、我々が政府にお金を貸しているというのが、 実際のところなんですね。要するに、我々がですよ、政府とか、この日本国とか銀行っていうものを信じて、つまり大丈夫だと、問題ないよ、預けててもお金、と信じて、銀行とかに預金し続けて、さらに国債があの外貨ではなく、円ですね、円建てで消化され,続け、えー、され続ける限りにおいて、 日本が債務不履行デフォルトすることはまずないんですだって我々が政府とか銀行を信じて預金してるんだから常に国債を買うお金ってそこにありますよねでさらに、えー、都銀とか地銀ゆうちょは更、まあ、に日銀も国債を買いたいわけですから買いたいプラスその資金があるでどうやって日本国債が 売られるるとといいうう発想になるのかってことなんですよ買われるっていうことは債務不履行になることはないんですよ需要があるんだからお金返せませんっていうことになることはまずないわけですここが非常に重要なポイントですねなので言ってしまうと日本の財政破綻とかっていうものと消費税の増税っていうのは直接的には関係ないです 別の問題です、これは。もっと言うと、消費税増税をしても、実は中長期で見たときにはあの、短期で見るとは別ですけど、中長期では税収は増えません。増えないんですよ。よって、消費税増税することで社会保障費は賄えません、長期的には。さらに税収を増やし、 社会保障費を捻出するにはですよ消,あ消費税増税ではなく無駄の削減とあとは経済成長が必須なんです消費税増税じゃないんです経済成長と無駄の削減なんですでこれができれば経済成長して税収が増える、まあ、要は経済成長イコール GDP が増えるってことですね GDP が増えれば税収増えるわけですよなんでかっていうと GDP っていうのは え僕ら一人一人の給料が増えるとか、消費を増やすとか、誰かの給料増えるとか、そのトータルがですね、GDP なわけですから、所得が増えたら払う税金増えますよね。住民税増えるし、所得税も増える。だから、GDP が増えれば税収増えるんです、政府の。それによって、必然的にですね、プライマリーバランスも改善するんですよ、勝手に。 消費増税しなくてもむしろ消費増税したら税収は長期的には減るので逆効果ですじゃあ,あのここまでの話踏まえてじゃあそれでもなぜ増税をしようとするのかっていうことです今の,ままあの今の部分まで見るとおかしいですねどう考えてもなんでそこまで消費税にこだわるの何でそれは必然性は何っていうことですであの結論に言うと消費税増税の黒幕は財務省なんですよ で財政均衡、まあ、財政再建とか、あとは社会保障費等を、えー、増税の理由に使うのは、それが一、えー、つ目、非常にまっとうに聞こえるからです。まっとうに聞こえますよね、実際。ただし、本当のところは関連性はないんですよ。つまり、消費税増税しても社会保障費は賄えな,ないし、長期的に税収は減るわけだから、財政の 再建もできなないいんんででですすよよねっていうことなんですよ、まあ、でも非常に真っ当に聞こえるからそれをくっつけてるだけなんです。で2つ目、えー、先ほど解説したワシントンコンセンサスの強い影響を受けているからっていうことですね。財務省は。財務省はアメリカの影響を非常に強く受けてますしいわゆる中の人、財務省の中の人を、えー、まあ国費でアメリカに留学に行かしたりとかしてます。で そこの留学に行った人たちがアメリカで、いわゆるワシントンコンセンサスというものをえ習うわけですよ。で、帰ってくるわけです。で、えー、そのワシントンコンセンサスが、財務省の中においても非常に強い影響力を持つということですね。で、この1に関してはですね、これはもう、相手の倫理観、その理論云々じゃなくて、相手の倫理観とか道徳観に訴えかける、これはモラルフレームなんですね。 モラル、えー、フレームっていうことですね。要はその社会保障資金を賄えないんですと。で、これから、えー、年金を払えなくなってしまいますとか、あとはあかあの、借金ってよくないですよね。借金したらまずいですよね。だから、それを是正しようとしてるんですよって。だそのために消費税増税が必要なんです。これは理論ではないんですよ。これはですね。 モラルに訴えかけけてるだけなんですねこれをずーっと昔からやってるんですよ。だからもうあたかもそれが真実かのように思えてしまう。それが今の現状です。で財務省での実績っていうことで <laughs> あの、財務省ではコストカットとか減税っていうのは、ね、評価されないらしいです。えっと、この辺はですね、あの財務省出身の方のまあ本とかを読むとまあ書いてあったりすることなんですけども、 えー、評価されるのはですね増税なんですねなんでかっていうと財務省の予算って、えー、いわゆるですねその前年の収支の実績に消費税率をかけたもので決まるからですつまり消費税が高ければ高いほど財務省が配分できるお金つまり歳出権が増えるわけですつまり財務省のパワーがそれだけ強くなるっていうことなんですよ だから何が何でも消費税率を彼らは上げたいんですだからもう結論ありきなんです消費税を上げますとそれありきでいろいろな理由をくっつけてるだけです IMF と財務省の関係も説明しておきます IMF には日本の財務省からも実はね人が派遣されてます IMF って結構日本に対して増税しろっていうことを言ってたわけですよ。例えば2012年には、えー、消費税率を15%まで上げろという要求を IMF はしてきてるんですがなんでそんなことを言うのかというとあこれも単純な話で中の人がいわゆるその財務省から IMF に派遣された中の人が IMF の看板を借りて財務省のこれ代弁をしているだけなんです。 IMF そのものが言ってるっていうことではないんですね。あの財務省が言ってるとあの、まあ、解釈していいかなということですね。で、野田政権と財務省の関係も、これはですね、野田政まあ、いろんな理由はあったかもしれないですが、基本的にまあ野田政権はその財務省の圧力に負けたために、消費税増税をやろうと,やろうとしたというかまあやった、その法律を作ったわけですよ。 まあ、なんで圧力に負けてしまったか、まあ、いろんな理由があると思いますが、つまりまあ財務省の操り人形であるということですね。で、えー、2014年末の総選挙の争点は結局、結局はです、ね、こういうことなんです、まあ政府・与党、もしくはまあ首相・官邸対財務省の戦いだったと、こういう側面が、えー、あったと。 いうことですね、はいまあ、これでだいたいその消費税、えー、のその裏側がだいたい見えてきたんではないかなというふうに、えー、思います。で、これ非常に重要な内容だと思ってますので、えー、まあこの動画を見て、えー、まあ共感された場合は、例えばまあ知人とか、えー、そういった方に、えー、紹介していただいたりとか、えー、するとちょっと嬉しいかなというふうに思います。 えー、では以上になります。ありがとうございました。